皆さん、本日はお料理動画を提供してまいります。皆さん、こんにちは。あちおチャンネルのあちおとあれです。二人の間にある距離感、彼らに一体何があったというのか。激動のテイク10、始まるのじゃ。皆さん、こんにちは。あちおチャンネルのあちおと、ごめんトイレも見える、ついてる。本日はなごめん、あちおチャンネルのあちおと待ってさ、今皆さん外出自粛中、皆さんからもっとお料理番組、この位置全然好きじゃない、あれです。あ、ごめん、忘れるよ。皆さん、こんにちは。あちおチャンネルのあちおとあれです。本日は生パスタ作ってみます。はい、というのも以前ライブ配信をした時に皆さんからもっと料理のね動画を出してほしいというリクエストをいただいていたので、皆さん外出自粛中で、まあ、お家で過ごされてることが多いと思うんですけれども、まあ、ちょっと料理動画を作るいい機会かなと思いまして、今回はちょっと生パスタを作ってみることにしました。皆さんもね一緒に作れるような生パスタをちょっと考えてみたので、一緒に作ってみましょう。はい、材料は本当に少なくて、オリーブオイル、00粉という小麦粉があって、これは日本でもし見つけられなかったら、中力粉とか、強力粉でも、代用できます。あとは 70g の4個の卵、4個で 70g、5個でも大丈夫です。いや1個 70g。 あ、そういうことね。はい、だから大体まあ4個か5個ぐらいでちょうどいいと思います。で、これで、4人前の量が作れます。で、これから卵を割って小麦粉と混ぜる。この小麦粉にの真ん中に穴開けて、卵入れるの？卵入れる。おい、あ、卵は混ぜなくていいんだ。うん、混ぜなくても。へえ、最初はまあ4個だけでいいと思います。後でなんかパサパサしてたら1個だけ出しても構わない。こんな感じです。なんか汚い作業ですけど、こんなこと手のひらの一番下の部分だけを使ってこねます。なるほど。こういう感じで一番力が入るので、やればやるほどどんどん生地に弾力が出るので、茹でた後でもちょっとこう歯ごたえが残ります。なるほどね。イタリア人ってさ、結構自分の家で生パスタ作ったりするの？いや、あんまりしないよね。なんか親と、ね、子供の時楽しいからやったりしてるんだけど、あんまりやらないんですよね。なんかさ、生パスタ作ったりするのってさ、日本人が家でそば作るのと同じ感覚なのかな。そんな感じだと思います。でもさ、絶対にありえなくない？日本人が家でそば作るなんてさ、でそばって香りもそうだしさ、なんか作るの難しいじゃん、やっぱり。まあちょっとね、ね、そう、なんか私たちも日本に住んでる時よくあれが日本の電子レンジってオーブン付きのやつ多いじゃないですか。それでよくピザとか作ってたんですけど、全然まともなピザ絶対できなかったよね。でももう2年間ずっとあれ食ってて、もうそれが普通だと思い込んでから、のイタリアに帰国してからもうね、喜んだね、本物のピザ食べられてやっぱり日本のさ電子レンジってすごい優れてるけど、ちゃんとしたオーブンじゃないと、ああいうねピザとか作るの難しいよね。まあ多分もっとさコツがあったと思うんだけど、まあ、すごい安物のやつその時買ってたんですよ、電子レンジ、なのでやっぱり、まあ、仕方ないよね。そう、ピザ最近ママ世代より、若者がなんか作ってる気がします。なるほどね。ただインスタ映えのためにまあそうね。でもインスタ映えといえどもさそう、なんかみんなそういうことをやり始めるのはなんかよくない？あ、すごいいいと思います ね、はい、こんな感じです。そらーん、結構こう跡がいいね、残るような感じ。顔見えてないとみんな嫌ですよね、はいはい、で昔はみんなこういう綿棒と言われてるらしい道具を使って、生地を伸ばしてたみたいんですけど、
まあ、これはもちろんちょっとちっちゃすぎて使えないんですけど、この機械があるので、今日はちょっとスピーディーに、伸ばしたいと思います。これイタリアでもなかなか持ってる家ないよ。ね、あんまりないんですよね。まあ、とにかく普通の、ね、伸ばし棒だけでもう十分にできるので、うん、ただ、時間の問題です、ね。まあ、この機械をお持ちの方はぜひね。でこれから生地を、4分に切って伸ばしやすくします。4分割にするってことね。そう、なんかあれみたいだね、肉まん。肉まんみたい。中身がないけどね。懐かしい肉まん食べたくなった。今度作ってみよう。でも肉まん作れるかな、わかんない。蒸せるよね、うん、でこういうちっちゃいこう団子みたいな、うん、ものに形にしたら、うん、おお、すごい。ダララララ。まあ初めはね、こんな感じで1回だけでは足りないので、何回もね、折ってまた折って、うん、繰り返します。おお、ゆっくりした方がいいね。そうね。結構長いね。ね。いいね。タラーン。トイレットペーパーみたいですね。はい、出来上がったらくっつかないように小麦粉を麺につけていきます。はい、一旦すべての麺を伸ばし終えました。私たちはね、こういう機械を持っているので、これで本来であれば切るんですけども、なんかあれが面白い包丁でも。ね、なんか綺麗にカットできる方法を知ってるみたいなので、ちょっとこれから紹介します。ね、じゃあこんな感じで、折って内側に向けてね、はい、どんどん内側の方に寄せて、うんうん、で両面が真ん中に合わせたら、うん、まあ、好きな幅で切ります、うん、なるほどね。で最後に伸ばすためにその面の下からナイフ入れて、うん、で上からこう垂らす感じですね。なるほどね。そうしたら伸びるわけか。そう、はい、でどんどんこう垂らす。なるほどね。はい、ということでパスタできました。こちらがタリアテッレで、ちょっと太い方です。で、こっちが普通のスパゲッティです。じゃじゃん。で、次はソースを作っていきます、はい、さあ何を作るんでしょう。アンチョビソースです。おお、これがね、アンチョビね。これもね、今日はあんまりね、うん、時間なかったから。そう、今見てください、明るいと思うんですけど、実はもう8時なんですよ。そうなんですね。はい、食材、うん、ニンニク、2つ、2個これね、2個ね、はい、ちょっと大きめのニンニクとアンチョビ、うん、はい、見えるかな、見えるかな、はい、もうちょっと近づけてみる。はい、アンチョビです。こんな感じ、うん、とオリーブオイルと、トマトの缶詰だね。缶詰ね、はい、簡単ですね。超簡単ね。これは2人分です。はい、2人前で、まずは、ニンニクを薄切りにして、お皿の上で切るなんてワイルドだぜ。そうだけども、まな板洗うのすごいだろう。こんな感じで細かく切ります。で次はアンチョビを、まあちょっと濃いめの味が好きだったら8個ぐらい、うんうん、それか6個ぐらいかな。で、これも切ります。ソースでもう煮込んだらもう自然に溶けるんですけど、一応切っておいた方がまあね、絡みやすいよね。絡みやすいよね、そうすると。まずはオリーブオイル、はい、はい、とニンニク、で、ニンニクでちょっとオリーブオイルをまんべんなくつけて、まあ、香り付けにもなるしね。そうね。とアンチョビ、溶け始めたの見えるかな、この粉みたいな。でこうなったら、まああれば赤ワインちょっとだけ入れたらいいかな。はい、
はい、赤ワイン入れます。もういい音、ちょっとだけやね、本当に、うん、最後にトマトソースね、ソースももうできてきました。ということで、これからお湯を沸騰させて生パスタを茹でていきます。塩入れるの忘れないでください、はい、ちょっとずつ入れないとくっつくから、まあゆっくりこう分けながら入れますね。茹で時間ってどのくらい？だいたい5分ぐらいかな。パスタが水面に浮いてきたらもうちょうど出来上がったってことね。煙が立つよ。おー、なんかラーメンの匂いがする。見た目も一緒、カップラーメンみたいね。カップラーメンかも。麺を入れて絡めていきます。すごい、ラーメンとそっくりだね、マジでね。なんか担々麺みたい。汁なし。色もね、ちょっと意外な発見で、はい、はい、ということで完成しました。すごいでしょう、うん、ね、わかんない、まずいかもね、まだ食べてたら。乾杯。チンチン。お、なんかすごいアンチョビの香りがする。きてるよね。どう？さあ食べましょうか。どうしよう、まずかったら嫌だな。ね、じゃあ食べます。はい、どう？なんか麺もね、すごいもちもちしてて美味しいよ。じゃない？すごいアンチョビの味が結構効いてるよね。俺も結構好き、これ。なんだろう、味結構あっさりしてるけど、すごいアンチョビのね、なんか味がいい感じで引き立ってるし、麺もなんかうまくできたね。なんか全然悪くない。ナイス、あれ。はい、いかがだったでしょうか。なんかこの人変な位置にいますけれども。ソースもね、生パスタもそんなにね難しくなかったと思うので、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。まあ、あのね、アンチョビが嫌いな人はもしかしたらちょっと嫌いかもしれませんが、普通にトマトのソースもね合うと思うので、ソースはお好みで作っていただいてもいいと思います。はい、あとはダイエットしてる人は多分遠慮した方がいいかな。そうだね。結構ね、私を初めて、そうね、私も気をつけなければね。はい、Twitter とか Instagram もやってるので、ぜひ作ったら、ね、写真をね送ってみてください。ぜひぜひ。はい、コメント欄に書いていただいても大丈夫です。評価します。評価。どの立場。嘘です。はい、はい、という感じです。じゃあ、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあね。チャオ。チャオ。